おはようございます。テクニカルアナリス、トの森吉でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。よろしくお願いいたします。今日は5月の22日日曜日です。お題はこちら。米国株より日本株が相対的に強い3つの理由、買うということで話をしていきたいなというふうに思っております。今日は週足の振り返りを、相場が動いていませんからさせていただいてで、最近アメリカ株が下げても日本株下げない、なんか強いなっていう、その3つの理由について、すごくシンプルなんですけど、うん、改めて確認をさせてください。であとは週足の1も金衡表プラス RSI を使いまして、指数の売買戦略最後見てい ぜひ最後までよろしくお願いしますということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのチャート分析必ずも朝さしい目標で交渉していきます皆さんと一緒に毎日株を考えていくチャンネルです明日もやりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速週足チャートで振り返り先週末日でやっていきましょう日経平金株価1.18%のプラスローソク足としては陰線ほぼ十字線みたいな感じになってきてますね13周線の下落が徐々に和らいできてるなという感じはするんですがやっぱりまだ下向きだし 移動平均線の下にいるいるととううことだけは抑えておきましょうコロナの新規感染者数です。おとといが3万7000人に対しまして、昨日が3万5000人、徐々に減ってきている印象ですね。トピックスです。こちらもプラス0.71%ただ、陰線であり、すべての移動平均線の下にいて、移動平均線は下向きであるということを抑えておいてください。業種別1週間の動きで見ていくと倉庫、運輸関連10%も上がっていたんですね。まあ、あとは工業、海運なんかが上がっております。あととは食料品、小売ここういったところが 下落しているということです。マザーズいきましょう。1.33%のプラス、少し流れが変わってきたかな。ただやっぱりこれも前提としては下降トレンドであるということを押さえておいてください。ニューヨークダウ見ていきましょう。マイナスの2.9%。そして今話題になっているのはこの陰線の数ですね。ものすごい数の陰線。そして下落もね非常に激しく、かつ年初来安値を更新した週でもあったということでございます。S&P500 もそうですね。2.61%週間で下落し年初来安値、ね 更新陰線線が続いていいててる移動引き線は全て下向きという感じになっておりますナスタックに関しましてもそうですね3.82%の下落非常にこうボラティリティも激しいという週でございましたえラッセルに関しましては1.08ラッセルがちょっとだけ下落が、ね、え少ないかなといった印象でございますえ週間のヒートマップこれが先々週なんですが先週はこんな感じなんかよりこうさらに赤さが増してしまったかなという感じでございます 為替コミュニティ確認しておきましょう。これ日経先物がね、また0円ということで、えー、なんとかね、取り戻した。 米株も、引けにかけてちょっと戻し傾向にあったんですけども、日経先ものも、まあ、なんとかトントンぐらいで始まりそうだということです。為替ドル円127円の87銭。原油が110ドル。ビックスが29.43。これも警戒水準ですね。えー、長期金利が2.78。この辺の水準ぜひ覚えておいてください。あとは小型株、ソックス指数も小幅に下げている段階ですが、日経先ものトントンだということです。であとはその、暗号資産ですね。今日はさすがにボラティリティは少ないかなという感じでございます。 では見ていきましょう。アメリカ株が下げても日本株は下げない。今日本株が相対的に強い3つの理由とはということで話をしていきたいと思います。まずこちらご覧ください。これは楽天証券マーケットスピードで各移動平均線の乖離率を出しているものになっています。25日線に対してプラスの乖離率なんですね。なんでまあ1ヶ月間かなりそこが高かったかなとっていうことがわかると思うんですが、こちらがニューヨークダウンマイナス5.36。これはナスダックマイナス7.79。3つまとめじめるとこんな感じになっております。まずは25日のところ見てい 日経平均だけがプラスで推移しているということで、まあ、ここ1ヶ月間特に、ねえー、こう日本株に優位性がある相対的に見て日経平均が強いということが分かると思います。で、各移動平均線で見ると75、200日の順番で見てみるとこの差がよりこう広がっていくということになります。まあ、これはある意味で過去はアメリカ株の方が強かったということですよね。200日が結構高い位置にあって今急落しているので当然200日に対しての乖離率が広がっているということではあるのかなというふうに思います。まあ、ひとまず 優位性が日本株にはあるんだだっててことを押さえておいてくださえいいくその上で、じゃあ何が違うのかなって、すごくシンプルな理由で誰もが知ってることなんだけども、当たり前に考えたらそうだよねっていう形です。えー、一つ目金融政策、二つ目インフレ率、三つ目割安性。まあこれ以外にもたくさんあると思いますが、これは明らかに違うよねというところになっております。で、例えば金融政策ですけども、ね、今度、まあ25日にね、FOMC の議事要旨出てきますが、これ非常に注目なんですが、まあシンプルに日本は緩和をしていて、え、米国は引き締めをしている、金利の引き上げをしている。 いうことですよね日本は未だマイナス金利ですが米国はもう金利どんどん引き上げてますしえ連続指値オペなんつってねえ金利は絶対上げないぞみたいなこと言ってますけども資産縮小とかまでやってますからもう全然姿勢が違うんだってことが言えると思いますで。こちらが米長期金利と日本の長期金利の差を表しているものですけどが、まあ、日本はまとにかく長期金利を上げないぞということですがアメリカはですね金利引き上げをしてますから利上げをしていたということで5月半ばぐらいまではねこの日米の金利差というのがめちゃくちゃ開いてたんですね。上に 行けば行くほど日米の金利差開いいてるととうことになりますただ直近は少し怪しくなってきまして、これ地、あの位置も均衡表で出してますけども、地高スパン割れるぐらいまで、えー、来てるということになってます。これはです、ね、景気後退悪化懸念から、米金利も下がり始めたので、えー、日米金利差も少し縮小傾向にあるということです。で、ドル円がこのようにね、やっぱこの差が縮まってくると、ドル円も少し頭打ちのような形になりまして、もしかしたら下落するかもしれない。でこれがま過度な円安 とかかも言われてましたから、まあ、その辺も含めて、まあ、日本の安定感みたいなものにはつながってきているのかもしれません。 これが1つ目でした。2つ目見てみましょう。インフレ率です。まあ、これは CPI で1つね、比較をしておりますけども、20日の金曜日に出た日本の CPI、予想2.5に対して結果2.5、まあ、2%を超えたっていうのはね、なんかずっとインフレ目標2%ってしてますけども、まあ、意図して2%を超えたって感じではないんでね、これがいいインフレかどうかは、まあ、さて、おきン2%前後だと。そしてアメリカ株で見ると8.1%予想で8.3%、まあ、この水準が全く違うよねっていうことは、ぜひぜひさえておいてください。まあ、だとしてもですね、 アメリカ景気は非常に強いからそして、もちろんこれは異常なので引き締めをして正常化に努めてで景気が強い間にインフレが収まればよかったんですがただ、先週、ねえー、だいぶこう狂ったなと思ったのがやはりウォルマートやターゲットといった消費関連の、ね、決算発表を経て。 暴落しているっていうところですよね。これ見ていただいて分かると思うんですが、これ週足チャートなんですね。で、一問均衡表で出してるんです。この辺ウォルマートバーッと来て、もう本当に暴落する直前って結構高値圏にいた上昇トレンドだったんですよね。それが19%下がって、あのもう週足の雲とかも一切関係なくバッコーン下げてると。ターゲットに関しましてもバッコーン下げてると。これはまずいぞっていうところを、まあ、やっぱりこの決算を通じて何か感じたんでしょうね。ここまで下げるかっていうぐらいまで下げてるっていうところは、ぜひぜひ抑えておいていただきたいかなというふうに思います。 そして最後、割安性なんですが、これもシンプルに数字だけを比較するんであれば、日経金はずっと12倍台ぐらいというふうに言われていたんですが、s、S&P もだいぶ調整は進んでおりますが、それでも17倍台、n a s a クで見ると21倍台ですから、やっぱり水準感も全然違うわけですよね。この辺で考えますと、緩和と引き締め、インフレ率2%台と8%台、割安で PR で12%台と17倍台って考えれば、どっちがいいですか まあ日本の方がまあまあ比べたらいいかなというそんな感じでございます。まあ、それが一つこういうふうに現れたのかななんていうふうに思うのがですね。 はい、これですね。サウジ系ファンド、任天堂株5%取得、カプトンなどもということで、サウジ系の政府ファド、ソブリンウェルスファンドの略で SWF、その中にあるパブリックインベスメントファンド、PIF というところがあるんですが、まあ、ここが任天堂株を5.01%取得していることを大量保有報告書で分かったということです。で、このファンドはですね、今年に入って日本のゲーム株を相次ぎ取得している、資源高を背景にオイルマネー投資が活発化しているようだということですね。なんか インフレばっかり気にしてるとです、ね、オイルが高いインフレみたいな感じになっちゃってネガティブ材料になるんですけど確かにサウジとか中東系にとってはオイルが上がるっていうことはです、ね、非常にこう利益が出てるってことになるわけですよねちなみにアップルがサウジアラムコに時価総額抜かれたら、まあ、確かにそうなるよなっていう感じじゃないですかで当然そこにはお金が余ってるわけですからじゃあこのお金はどこに流れてくるのそして相対的に見て日米どっちにお金が流れやすいのってなった時には、まあ、日本っていう選択肢もあるのかなと任天堂株の保有目的順当資ですからね まあこれから日本が上がるというわけではないかもしれないしゲーム系の株の日本全体への影響度ってまあそこまでめちゃくちゃ大きいというわけではないですがまこれは1つの傾向なのかななんていうふうに思ってますしえ海外投資家がずっと買い越しが続いていた理由というのもきっとこれもきっと少し絡んでるんじゃないかななんていうふうに感じていますこの記事の中にはネクソン、カプコン、光栄デテクもニンテンドー、東映とかにもこういうふうに保有比率どんどん上がってるらしいのでまあ外国マネーとかにも注目をしておいてもいいかもしれませんただしあくまでも相対的にというだけで あって日経期もまだ全体的には下降トレンドで、すからねでアメリカ株があまりにも下げれば、日本株も下げるリスクって当然高くなりますので、そこだけは注意をした上で、ただ相対的にはこういう違いがあるんだということを改めて押さえておいてください。ということで、2の動画のまとめです。日本株、米国株よりも相対的に強い、乖離率で見ると、ここ1ヶ月かなり顕著になってきたということでございます。で、日米で見ると、金融政策、インフレ率、割安性が違う、緩和と引き締めの姿勢が全然違うし、2%台、8%台全然違うし、そして消費懸念がついに出てきちゃった。 しそして PR12 倍台と17倍台ですから、まあ、将来どうなるんだろうっていうところをねちゃんと考えていかなきゃいけないなという局面に来ています。でこの消費懸念がねゾーンになったことで今までこう売られてなかった株が売られたことによってこれでまあ こう、下落が一服して上昇に向かっていくんじゃないかっていう風な意見もありますし、一方でこれすらも崩れて本当にこれから大暴落が来るんじゃないかっていう、その両方の意見もありますから、そこもね、注意をしてみていただきたいなと思いますで。あとは原油高に注目したサイジ系のオイルマネー、確かにこれあるよね。これがどこに流れるのかっていうのもね、やっぱ注目をしてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱ日本の株の中ですごくこう価値が光るっていうんでしょうので、きっとね、ゲーム株へ流れてるっていう判断なのかもしれません。 ただし今日本株自体も下降トレンドですからそんなに買いに積極的になれる局面僕らのねお金の中では、えー、そうじゃないんだろうなーなんてことも感じておりますので下降トレンドであるってことだけは忘れずに置いておきましょう。 では、えー、週足のうちも金光標プラス RSI を使いまして、テクニカル分析を行っていきますはいまずは日経平均株価です。いまあ、未だですね、転換線基準線、そして雲の下にいるということですから、警戒はね高めておく、そして RSI も50割れてますから、どちらかというと下、下流れは下なんだということは、ぜひ抑えておいていただきたいかなと思います。ただ、やっぱり底堅いですよね、えー、転換線を超えてくる、基準線を超えてくる、そして雲も薄いですし、まあ、あとは6月の半ばぐらいに雲のねじでもありますから、まあ何らかいい動きに、ねえー、期待したいところではあるかなというふうに見ております。 トピックス見ていきましょうトピックスもですね転換線基準線の下でこれ転換線が基準線を越えてきたところなんですねただまだ基準線は下,あの下向きなので、まあ、これ厳密には好転とは言わないんですよね、まあ、そこだけちょっと押さえておいていただき RSI50 以下ですから、まあ、そんな楽観的に考えすぎず見ていきましょうまずーず見ていきますまずーずで注目したのは転換線基準線とかと場合よりも RSI ですね RSI が先々週ですかね30を1度割り込んでから 今週、まあ、今、先週を経て、30をもう一回超えてきたんですね。これは開催員なんですよ。開催員なので、まあ、ちょっと一時的ですけども、反発は期待したいところかなというふうには思っております。ニューヨークダウン見ていきましょう。ニューヨークダウンはですね、逆に大きな陰線をつけたことにより、RSI が30を割ってるんですね。これ、売られすぎなんです。売られすぎなんですが、これ30をまた超えてくるまでは、より警戒が高い状態を指しますので、そこだけは気をつけておいてください。a 3 5 0 0も、これ30ギリギリなんですね。30.21まで来てます。で、雲を割れてますから、 やっぱネガティブに考えておいた方がいいと思います。ナスダックも完全に30割れ、27.59ですね、おそらく先々週から割れてたんじゃないかなという,ふうに思いますけれども、これもひとまずは30を超えるまでは警戒はより高いということをぜひ押さえておいてください。一方、ラッセルなんですが、ラッセルが若干ですけどもね、下落率が低いというところと30割れていて、この下落の感じもですね少し和らいだ、これが上向きに変わってくると、少しね期待が持てるのかなーなんていうふうには感じております。ははいで今日日のの動画のまとめです週刊日本株はプラス ことですこの違いがあったので今日の、ね、テーマを分析してみましたということです。日本が米国株よりも底がいのは金融政策、インフレ率、割安性の観点もあるかということです。いろいろありますよ。これ以外にもたくさんあると思うんですけども、まあ、ここは誰が見ても明らかだよねということです。まあ、そういうこともあって、原油高、恩恵のオイルマネーっていうのが入ったっていうのもね、可能性としてはあるのかなというふうに思っております。今後もこういったところはもう随時、一つの要因で株価の方向性決まるわけじゃないですから、 しっかりと見ていきたいというふうに思っておりますそしてマザーズ30割れからの30超えこれは一つの週足レベルでの買いサインですから比較的騙しは少ない可能性はありますしっかりと見ていきたいと思いますそして米国株 RSI 大体30割れてましたねこれは非常に警戒が高まっているサインになっていますここから30を超えてきた時っていうのが注目のポイントですのでそこまではじっくりと待っていきましょうよろしくお願いいたしますではお知らせを入れさせてください1日5分の分析から月13万円を稼ぐエクセル株投資増産 これに伴いましてどん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 、ね、また広げていきたいなとそしてこのエクセル自体もどん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 進化させていきたいなというふうに思っていますのでぜひぜひ書店購入キャンペーンの方をお申し込みお願いしますこちら記事を読んでいただければ分かるんですけども、まあ、これだけの特典がつくよというキャンペーンになってます書店で購入いただいたり e 本サイトで購入していただいたりそういえば事前予約していたなという方が対象になってますのでもしよろしければぜひぜひチェックしていただければなというふうに思っておりますまたこの本の本元にもなった金融 金曜日にやっている個別銘柄をとことん分析するマガジンというのもやってますのでこちらは初月無料になっておりますもしよろしければ概要欄リンクや QR コードからチェックしてみてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで追っていきましょう今日の中でも何か参考になりましたらグッドマクボタン,ボタンまた明日以降もテクニカル分析続けていきますので明日も聞いていただける方ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう